2300アリーナはペンシルベニア州フィラデルフィアにある多目的スペースである1600人収容主にプロレストボクシングの工業で使用されるかつては倉庫であった当施設は時代により名称通称や用途が変遷している上記にもあるようにこの施設は1970年代は倉庫であった1986年にスタイン シルバーマン法律事務所がこの倉庫を購入した。サウスフィラデルフィア・バイキング・クラブという無言劇の団体が利用するようになってからは、バイキング・ホールと呼ばれるようになった。彼らはフィラデルフィアで行われる年に一度のムマーズ・パレードのリハーサルと衣装や小道具の収納のためにこの建物を使用した。1990年代、バイキング・クラブは団体の基金を増やすため、 深夜には、ビンゴホールとして使用していた。1993年、プロレス団体の ECW が、本拠地としてから団体が消滅する2001年まで ECW アリーナとして知られた。ECW の週一度のテレビ番組ハードコア TV は、ECW 初期には、主にこの会場とサウスフィラデルフィアのファンを映し出した。この会場と観客の雰囲気は、 ECW をローカルな団体から全国的に知られるまでになるまでの重要な要素であった。ECW による初めての PPV 工業、ベアリーリーガルは1997年にこの会場から放送された。2001年に ECW が消滅した後、多くのプロレス団体がこの会場で工業を行った。2002年、プロレス団体である XPW が この施設を独占的にリースする契約をして、名前を XPW アリーナに解消して、他の団体による使用を拒絶した。XPW が2003年に消滅するとともに、このリース契約は取り消された。2004年、ニューアルハンブラスポーツエンターテインメントセンター解消し、後に2006年にニューアルハンブラアリーナ、2008年にはアルハンブラアリーナと短縮された。 この名前は2004年にジョーハンドプロモーションズと共同でプロボクシングの工業をこの会場で行い始めた J ラッセル・ペルツが名付けたもので1950年代と60年代にボクシング工業が行われたサウスフィラデルフィアのアルハンブラ映画館が元になっている2005年3月施設はチカラのレスリングスクールであるチカラレッスルファクトリーの本拠地となった 2005年6月、ハードコア、ホームカミングと呼ばれる非公式に ECW が再結集した興行が行われた。この時はチケットの売り上げが13万5000ドルに上る大観衆が訪れた。2006年6月には、WWE による ECW ブランドのハウスショーがこの会場で行われ、4分も経たずにチケットが完売した。2008年2月には、 映画、レスラーの CZW の工業シーンにもこの会場が使用された。上半度プロモーションズは2009年1月にボクシング工業をこの会場で行わないことを告知した。名称はジアリーナへと解消。2009年2月、プロレス団体のローガテレビ番組である、リング・オブ・オナー・レスリングの収録のために定期的にこの会場を使用するようになった。7月には、 ドラゴンゲート USA が PPV 工業 Enter the Dragon で使用している。2010年名称をアサイラムアリーナへと解消。2011年4月力の PPV であるキングオブトリオスで使用される。5月には新日本プロレスが初のアメリカ工業インベージョンツアー2011を開催。2012年アリーナオペレーティング LLC へと解消。 2012年1月、エボルブが使用。同月には、ペレツボクシングプロモーションズがボクシング工業を開催。2013年2300アリーナへと解消。2013年12月、エクストリームライジングが使用。2014年10月、ホーが使用。ありがとうございます。